こんにちは、ミルチョコです。今回はディズニーシーでサニーファンのグッズを購入してきたので購入品紹介をしたいと思います。こんだけ買ってきました。では一つずつ見ていきたいと思います。ちなみにこれはディズニーランドとディズニーシーで売っているエコバッグになります。ではまず一つ目がダッフィーのハットです。こんな感じです。こちらがハットのセンチが 57.5 センチで定価が3900円になります。麦わら帽子みたいなハットになっていて、でここにキャラクターが描かれています。お耳もちゃんとダッフィーのふわふわのお耳になっています。結構丈夫な感じで、硬すぎず柔らかすぎずって感じでいい感じです。かぶるとこんな感じになります。では2点目がこちらになります。ダッフィーのアロハシャツ4200円。サニーファンの T シャツとかを一回も買ったことがなかったので、これは買いでしたね。狙ってました。 M サイズにしました。丈がちょっと長めにはなってるんですけど、出すとこんな感じです。でボタンが木になっていて変わってる感じになります。一番上のボタンがこういう感じになっています。映ってる？で隠れる感じになっています。広げるとこういう感じです。ダッフィーとダッフィーフレンズ全部写ってて、アロハって書かれています。次3点目、シャギーメイちゃんのキーホルダーです。こちらが1900円で浮き輪になっています。シャギーメイちゃんもビキニを着てて可愛いです。次4点目がシャギーメイちゃんのヘアバンド。じゃん、ヘアバンドです。1800円になります。このシャギーメイちゃんとおそろの感じになってます。次5点目はまたまたシャギーメイちゃんです。こっちがバッチの方になります。これもね、ヘアバンドがしてる感じになってます。こんな感じです。6点目はサングラス。こちらが2300円のサングラスになります。ダッフィーのサングラス。ヘイミーちゃんメモのって思ってるんですか、メイさん。ちょっと前のサニーファンと違ってちょっと透き通った感じのフレームになってますね。じゃーん、すごい、こんな感じになります。7点目はタオル。サニーファンのタオルになります。850円になります。絵柄はこんな感じです。1点目はポーチ。こちらのポーチになります。2700円になります。前回のスプリングの時もポーチ3点セットっていうのが売ってたんですけど、夏仕様になったポーチが売っています。ピンクとイエローとブルーになっていて、中も可愛い。中はポッケとかは何もなくてこんな感じ、可愛い
感じになっています。でここのストラップボタンになってるんで、こうやってカバンとかにつけることができる感じです。これ3つ付きです。次9点目が前回買えなかった扇風機、ダッフィーのファンです。こちらの扇風機が2400円になっていて、これ浮き輪のスタンドがついています。でこちらにストラップもついて首から下げることができる感じです。でこれがこのダッフィーのボタンを押すと1個目がこんな感じ、涼しい。2個目押すと強風みたいな、すごい音が、ああ涼しいね、涼しいですかで3個目で髪が止まるって感じです。かわいいねこれ。次10点目がこちら、スマートフォンケース。なんか海とかプールとかで携帯入れて使えるやつ。こちら2300円です。なんか他のダッフィーじゃないものは前から出てたのがあったんですけど、今回ダッフィーで出ればいいなって思ったら出ました。ここにハイビスカスもついて、ストラップもハイビスカスついて、ちょっと紫っぽいパステル系の色です。これをこうやってカキッてやって開くのかな、あ、そうするとこうやってパカッて外れて、この上からこうやって入れれる感じになってます。へえ。結構やるの難しい。そんな感じになります。11点目、次ラストですね。次ラストが買おうか悩んだこちらです。逆だった。こちらです。バスタオル、カバンが付いたバスタオルになります。こちらが、お値段がちょっと高めの4500円で、大きさは 110cm×110cm になっていて、円形のバスタオルになります。海とかビーチでバスタオルとして使ってもいいし、引いて使ってるバスタオルです。さあ開けてみましょう。どうですか。カバンはメッシュの感じになっていて、プールとか海にそのまま持っていけれる感じですね。タオルがこんな感じです。合ってる方向、こんな感じの円形のタオルになっています。逆や、ん、文字逆や、あ、文字逆じゃん。はい、違う、はい、こんな感じになってます。かわいい、こんな感じのタオルになってます。結構しっかりしていて、この形はダッフィーで初ですね。ということでダッフィーフレンズサニーファンの購入品紹介でした。合計で11点購入してきました。今回はまたちょっと前と同じ扇風機とサングラスで、ちょっとデザイン変わったものから全く違ったこういう帽子とかも出てたりして、とても可愛いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画も見てください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。